RKK 社内の一角に、普段の番組では作れない挑戦的な企画を募集する部屋がある。ディレクターの心のオアシス、その名も RKK の休憩室。やっほーみんな、こんばんは。 RKK の休憩室管理人のルークですイエーイ。ここはディレクターさんたちが普段から溜め込んでる尖った企画を自由に作って発散する場所でございます。ということで早速ね、今回の企画に行きたいと思います。ヘアスプレーの限界を調べてみた。だってヘアスプレーを丸々1本使って髪を固定させて、いろんなものを突き刺してその耐久度を実験したらしいです。やばくねこれめっちゃくだんないんだけどとりあえず見てみましょう。 VTR いってらっしゃい。どうも、もこさんやです。よいしょ。さあ今回の企画はですね、こちらのヘアスプレーを使って、はあ、髪はどこまで硬くなるのかっていうのをですね、検証したいと思います。これはたくさん、うん、面白そうじゃないですかじゃあまずはこれ使うためにちょっと美容室行きましょう、はい、あ、もうプロに固めてもらうんですね。プロに固めてもらいましょう。じゃあちょっとまず髪の毛伸ばしていきます。はぁ、あ、これ初アイロンですよ、私は。はぁ、あ、おぉ、すげえ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 、すごいな。でジェルで固めて、でそれをスプレーでコーティングする。これいいぜ。立ち上がりがやっぱすごいな。あーこれいいぜ。おー、きた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 、固まれ。結構使うですな。いやまだ全然入ってます。これマジですか。まだ3分の1も多分使ってます。終わりです。終了です。1本使いました。1本使いました。 OK。 よっしゃ、めちゃくちゃとんがってますね。いやこれはとんがってますね。横見せて。あ、崖ですね、もう完全に見てやな、船越英二郎見えるもん見えるわ。さあ髪の毛もね、完成しまして、ありがとうございます、はい、いよいよじゃあその硬さがどのくらいかっていうのをね、はい、測っていきたいんですけれど、カチカチよ、いけんじゃね。どの辺までいけんのかな。ここだから、これを今日刺していくわけですよね。そうです、いろいろ用意しました。じゃまずは、はい、レベル1、はい、アルミホイル。来ました。はい、こちらですね。いくよ。はい、3、2、1、ゴー。でございます。いけるでしょう。いきます。3、2、1、どうぞ。こわびっくりした。どうぞ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 。これまだまだいける感じしたぞ。いけるいける、無敵やこれ。行くぞ。はい、3、2、1、ゴー！おりゃー！おりゃー！おりゃー！どうどう、これどう、貫通はしてない。してないっすね。一回抜いてもらっていいですか？うん。でも穴が開いてる一応。いやすごい穴開いてるよ。穴開いてるね。ってことはもう引き分けか、ちょい俺の勝ちじゃない？続いて、はい、これはどうでしょうか？障子。じゃあ行きます、はい、3、2、1、行くぞあれあれあれ、あのね、形は言ってんだよな。形は言ってんだよ。だから多少なりともダメージは与えてんだ。くそ、これきてぇな。一回ゆっくりやってもいい？いいですよ。角度大丈夫？この角度、うんうん、そう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 、行くぞ、はい、3、2、1、ゴー！あ、ちくしょう、曲がってしもた。ということで、
アルミホイル、風船、粘土、こちらは貫通することができました。はい。しかしながら障子、これを破ることはできませんでした。ということで、スプレーヘアでは髪は貫けないという結果に。さあ、ここからは応用編をご紹介。まずはジェンガ。まっすぐまっすぐまっすぐ行け。よしよしよし、来た。続いて松井棒。皆さん、ぜひ一度お試しください。これマジ、これシュールすぎて大丈夫そう、これ本当に。じゃあね、また来週ね。バイバイ。